それじゃあ、わっ、私はマリナ。ねえ、あなた泳ぎは上手？泳ぎたいよ。それなら泳げばいいのに。もっと泳ごう、泳ごう、泳ごう。何すんだお前。競争よ。やめてったら。これ素敵な水着だ、うん、お兄ちゃん、うん、お兄ちゃん、あ、はいはいはい、いただきます。これ美味しそう。そりゃ違う違う、そんなんじゃないよ。公平、そうかな。何でも好きなもん食べていいからね。私泳ぎが上手い人って大好きよ。ありがとう。それにしてもマリナちゃん泳ぎ上手だね。オリンピックにも出れんじゃないの。公平もね。あー泳いだ泳いだ、腹減った。マリナちゃん何食べたい？俺がおごってあげるよ。わ、明るくて暖かくて美味しいものだらけ。いいな、人間はこんなとこに住めて。すいません、あ、ごめんなさい。あの、僕が、お金。ねえ、浩平、今度はこっちのプールで泳ごうよ。ちょっと。うわぁ、誰もいない。それより、もっともっと遊ぼう、浩平。その一つ目で、こうして人間の足を手に入れたわけ。どんなお願いも三つ、この真珠が叶えてくれるの。これよ、このペンダントの力。私、人魚なの。公平だけに教えてあげ。人間なら誰でも持ってるやつ。あら、そんなの無理よ。あら、私何か悪いことした？社会常識ってやつがないの。公平！おっと、どう重厚すればこの娘が。マリナさんならここに人質になってもらいましょう。マリナちゃん。あら、あなたたちも私と遊んでくれるの？いいえ。公平、早く来なさいよ。公平、公平、マリナちゃん。うん。ダメ公平、日本の足で走るのは慣れてないのよ。何言ってるんだ、もっと早く走れ。もう分かった、こっちだ。長い間海の底でひっそりと暮らしてきた人魚族は、この力を地上の争いごとに使われないために。公平、ここよ。ならまだ間に合う。このままじゃ公平が。サンキューみんな。公平もうダメ、もう走れない。危ない。見つけたぞ。だからこそもう少し公平と一緒にいたいの。絶対に嘘じゃない。だって人間も人魚もみんなこの地球に生まれた仲間じゃないか。いや、帰りたくない。公平、もしかして私のこと嫌い？公平、大好き。公平、きっと。ありがとう、公平。やっぱり地上は素敵なところでした。あのね、俺はこのプールにいる誰よりも早いと思うよ。誰？君。私はマリナ。ねえ、あなた泳ぎは上手？泳ぎたいよ。それなら泳げばいいのに。
なちゃん、今のは何なんだ。まりなちゃん、なんて早いんだ。何すんだお前。競争よ。どうした？やめてったら。うわー、これ素敵な水着だ。兄ちゃん、アルバイトサボって何やってんの？へへ、それは秘密。ごちそうといえばアザラシのミルクくらいかな。どこの生まれだよ。ソフトクリーム食べたことないの？うん、ご飯といえばいつも貝や海藻ばっかり。私の、おいしい。こんなおいしいの初めて。はいはい、いただきます。これ美味しそう。それは博士、そんなんじゃないよ、この子はね。お待たせいたしました。僕の子、怖い子じゃない。やるね、浩平君。違う違う、そんなんじゃないよ。浩平、そうかな。何でも好きなもん食べていいからね。私、泳ぎが上手い人って大好きよ。ありがとう。それにしてもマリナちゃん泳ぎ上手だね。オリンピックにも出れんじゃないの。あー、泳いだ泳いだ、腹減った。マリナちゃん何食べたい？俺がおごってあげるよ。うわって、もうマリナちゃん勘弁してよ。明るくて暖かくて美味しいものだらけ。いいな、人間はこんなとこに住めて。すいません、あ、ごめんなさい。あの、僕さ、お金。え、お金？こっちのプールで泳ごうよ。ちょっと、マザーのおっしゃった場所は。うわー、誰もいない。貸し切り。それよりもっともっと遊ぼう。ごめん。その一つ目でこうして人間の足を手に入れたわけ。一体何言ってんだこの子。どんなお願いも3つこの真珠が叶えてくれるの。これは人魚族に伝わる願いのペンダント。でも足が2本。これよ、このペンダントの力。私人魚なの。え？公平だけに教えてあげる。人間なら誰でも持ってるやつ。あら、そんなの無理よ。あら、私何か悪いことした？社会常識ってやつがないの。がどうなるか。貴重な。おっと、老中校すればこの娘。助けて、ごめん。見えよ。ライジャ、ミオラ、どこ行っちゃったんだよ。マリナさんならここに。マリナちゃん。人質になってもらいましょう。マリナちゃん。マリナちゃん。あら、あなたたちも私と遊んでくれるの？いいえ。公平、早く来なさいよ。公平。公平。長寿子。マリナちゃん。足で走るのは慣れてないのよ。何言ってるんだ、もっと走る。もう分かった、こっちだ。マリナちゃん、人魚どこだ。人魚の私ともお友達になってくれる優しい人間がきっといるんじゃないかって。
そして本当に地上を争うことばかりなのか、陸の人たちはみんな怖い人ばかりなのか。でも私、一度地上の世界をこの目で確かめてみたかったの。長い間海の底でひっそりと暮らしてきた人魚族は、この力を地上の争いごとに使われないために、それで人魚に戻ってふるさとへ帰れるから。どうして陸の世界に出てきたの？でももう一回しか使えないね。いいのよマリナちゃん。後編ここよ。マリナちゃん、マリナちゃん、ならまだ間に合う。うん。このままじゃ公平が。サンキューみんな。公平もうダメ、もう走れない。危ない。見つけたぞ。人魚の私が初めてお友達になれた人間の男の子と、だからこそもう少し公平と一緒にいたいの。よかった。絶対に嘘じゃない。だって人間も人魚もみんなこの地球に生まれた仲間じゃないか。嘘。嘘じゃない。私が人間じゃないから、人魚だから。いや、帰りたくない。公平、もしかして私のこと嫌い？公平、大好き。公平、きっとありがとう。公平、やっぱり地上は素敵なところでした。ありがとうございました。